ランドル・アレクサンダー・グリチャックは、アメリカ合衆国テキサス州、ホートベンド郡、ローゼンバーグ出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のトロントブルージェイズ所属。愛称はグリッチ。メディアによっては、ランドオール・グリチックなどと表記されることもある。2009年の MLB ドラフト一巡目で、ロサンゼルス・エンゼルスから指名され、6月20日に契約。契約後、 参加のルーキー級アリゾナリーグエンゼルスでプロデビュー。53試合に出場して打率。322.7本塁が53打点、6盗塁の成績を残した。2010年はまず A 級シーダーラピッツカーネルズでプレーし、52試合に出場して打率。292.7本塁が36打点、4盗塁の成績を残した。下記には、 ルーキー級アリゾナリーグでプレーし、12試合に出場して打率。327.4本類が10打点の成績を残した。2011年はルーキー級アリゾナリーグで7試合に出場後、7月に A 級シーダーラピッツへ昇格。32試合に出場して打率。230.2本類だ、13打点の成績を残した。8月に a 級インランドエンパイアシックスティシクサーズへ昇格、14試合に出場して打率、283.1本塁打、6打点の成績を残した。2012年は a 級インランドエンパイアでプレーし、135試合に出場して18本塁打71打点16、盗塁打率、298の成績を残した。2013年は、 AQ アーカンソートラベラーズでプレーし、128試合に出場して打率。256.22本塁が64打点9盗塁の成績を残した。オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人ワーク入りを果たした。セントルイスカージナルス時代2013年11月22日に、デビットフリース、フェルナンドサラストのトレードで、 ピーター・ボージャスと共にセントルイス・カージナルスへ移籍した。2014年は、参加のトリプル A 級メンフィス・レッドバーズで開幕を迎え、21試合に出場。3本塁が17打点1盗塁、打率310と結果を残し、4月28日にメジャーへ昇格した。同日のミルウォーキー・ブルワーズ戦でメジャーデビュー。同点の9回表から右翼の守備につき、 に打スームアンダ一三振だった。この年は昇格と降格を繰り返し、8月下旬に昇格した際にようやくメジャー定着した。これ以降は調子を維持し、最終的には47試合に出場して打率。245.3本類が8打点という成績を記録。シーズン終盤に調子が良かったため、ポストシーズンでは右翼手のレギュラーで起用され、 全球試合に先発出場。打率は低かったものの、ホームランを2本放った。2015年は、外野のユーティリティの中心格となる。103試合に出場し、打率、276.17本塁が、47打点、超打率、548を記録。超打率及びオプスは、チームで10試合以上に出場した、全野手中トップの数値だった。 2016年は中堅のレギュラーに定着して132試合に出場。29二塁打と24本塁打を放ったが、打率は242止まり、出場試合数を超える141三振を喫した。2017年は122試合に出場して打率。238、22本塁打、59打点、6盗塁を記録した。 2018年1月19日にドミニク・レオン、コナー・グリーンとのトレードでトロント・ブルージェイズへ移籍した。開幕は聖右翼手として迎えた。3月30日のニューヨーク・ヤンキース戦で2から4で2点リードされている状況で相手投手の田中正宏の初球を打ち込み、ブルージェイズで初めての本塁打を記録した。25試合に出場して打率106日本塁打。 7打点を記録した後に4月30日に右膝の張りで故障者リストに入った。6月1日に復帰した。シーズンでは打率245出塁率301超打率502でジャスティン・スモークと並びチーム最高の25本塁打を記録した。 2019年4月2日にブルージェイズとの5年5200万ドルで契約を延長することに合意した。シーズンでは打率232出塁率280超打率457にもかかわらずチーム最高の31本塁打と80打点を記録した。ありがとうございます。